斧斧、斧、の、きは、片手、もしくは両手持ちの柄の先に厚くて、重い葉を装着した、叩き切るための刃物である。石器時代から世界中に偏在する、歴史のある道具である。歴史、斧の基本的な用途は、樹木の伐採、また、木材の成形、薪作り等々である。道具としての斧の一般的な用途は、生きている樹木を切り倒し、 丸太を作ったり、枝を切り払ったり、丸太を割ったり、材木を成形すること、焚木を作ること等々なものである。斧はまた武器としても使用されてきた歴史がある。武器として発達した斧は斧と呼ばれる。斧は使用方法ごとに様々なタイプがある。現代の斧は使用目的、サイズ及び様式ごとに特化している。斧は石器時代より 石符として存在し、樹木を叩き切る道具や武器として用いられた。石符はその製法により、打製石符と魔製石符に分けられる。技術の発達につれ、銅、製銅、鉄及び鋼で作られた斧が現れた。片手で使うための短い柄を持つ斧はしばしば長なハンドアックス、ハチェットと呼ばれる。特に樹木伐採や木材加工用の 片手で使える小型のものをそう呼ぶのである。ただし、長名という語は、柄のないものを指すためにも用いられているので若干注意が必要である。ハチェットはしばしば刃の背にハンマーを備えていることが多い。また現代では、柄に収納式のガードが取り付けてあり、刃を保護し、安全に持ち歩けるようにしたものもある。中世、近代では通常は、 木製の柄とそれに直角に固定された金属製の刃からなる。材質に着目すると西洋の斧は伝統的には前後の歯に曲線的な木製の柄、典型的ヒッコリー、もしくはホワイトアッシュ、青玉製画から構成されている。大抵の斧の刃は畑が起こらないように柔らかめに焼き入れを施してあり、ヤスリで研ぐことも可能である。柄は近年ではプラスチック製や グラスファイバー製の柄も珍しくない。なお、日本語では伝統的に大きい斧や特に歯渡りの広い斧、丸太の側面を削って角材を作るためのものをマサカリと呼び分ける。和語では焚木などを細く割る小型の斧を巻割り、良きとも呼んだ。近年の日本の斧では歯が主に全構成で両手で扱う巻割り斧と 割り込みで片手で扱う伐採用のがあり、柄は主に可視性の直線柄である。日本では不当に柄を固定する場合柄にくさびを割り込ませるのではなく筆と柄の隙間にくさびを打つ固定法が伝統的な固定方法であり、その場合のくさびを柄子と呼ぶ。柄子を使用した固定方法では、不当の衝撃を分散させ柄の寿命を伸ばすことが可能である。 長菜のような初期の石器はおそらく柄が付いていなかったと思われる。最初の本当の柄付き斧は中石器時代、紀元前6000年頃に始まることが知られているが、一部の地方では枝角で作られていた斧が新石器時代でも利用され続けた。角石で作られた切る道具は柄が付けられ、長菜として使われた。魔性石器の石符は新石器時代以降に現れることが知られている。 それらは木を切り倒し加工するために使用された。木製の柄はほとんど見つかっていないが、斧は通常おくさびを使って柄に取り付けられたようである。刃を固定するにはカバのタールや木側の紐が用いられた。新石器時代の後期、ミシェルスベルク文化、コーティーロット文化では長方形の非常に小さな刃が一般的になった。それらは柄に取り付けられる時枝角のスリーブが付けられた。 これは、柄が割れることを防ぎ、同時に、石の歯自体への衝撃を和らげた。新石器時代の初期には、打製石器だった斧の葉は、次第に、魔性石器になっていった。新石器時代の晩期までには、製材、木製のノコギリアスは、一般的になった。これにより、生の素材のより効率的な使用が可能になった。スカンジナビア、北部、ドイツ、及び、 ポーランドでは、角石の打製石器、魔製石器の刃を持つ斧が一般的だった。石の斧は実に効率的な道具である。これを使用すると直径1 0トルのトネリコ鋼材を切り倒すのに約10分かかる。直径3 0トルならば1から2時間であった。現代の比較3 5ラムの競技用伐採斧を用いた場合、2 5トルの ストローブ松南んが2分未満。新石器時代の晩期以降、フィン・アルハイム文化平らな斧が銅あるいは筆層を混ぜた銅で作られていた。青銅の斧は、初期の青銅器時代、A2 以降見つかる。平ら斧は、パルスターブ、フランジ付き斧、さらにその後、翼付き斧、ソケット付き斧へと進化していく。紀元前3000年期、ヨーロッパの、いわゆる、 ノ民族は、初期のインドヨーロッパ語族、後のケルト人とドイツ人の先祖にあたると考えられている。また、斧は、中国の武器類で重要な役割を占めた。斧を意味する、プロトインドヨーロッパ語の単語は、ペルックユー、ギリシア語、ペリカス、サンスクリット、パラシュだったと思われる。しかし、この単語はおそらく究極的には、シュメール語ボラグ、アッカド語、 ピラクと関係する借用語、あるいは、新石器時代のワンダーアワードだったかもしれない、ラブルス、も、参照のこと。何千の魔性石符が、荒し上げされていた、新石器時代後期の、オノ工場は、イギリス。例えば、カンブリアのグレート・ラングデール、アイルランド、ランブ島、ポーハリー、ラスリン島及びティビバリア、ポースレイナイト、ポーランド、クラジーミアンキー、 フリント、フランス、プランシャレ・マインズ、ボージュ・サンチ、パリット、プラスウリアン、ブリタニー、メタデリー・ライト及びイタリア、バルデ、オスとオムファスイトが知られている。石フの分布は、有史以前の貿易を示す重要なサインである。魔性石フの葉の起源を決定するためにはその白片を使う。石フは今日なおイリアンジャやニューギニアの一部で作られ使用されている。 ハーゲン山地域は主要な生産の中心地だった。古代エジプト、古代ギリシア、古代ローマなど、開拓時代のアメリカ東海岸地域は広大な森林地帯であったため、効率的に開拓するために斧が改良され、元来のヨーロッパ式のものに比べ柄が湾曲し太くなり、歯も強く甲を描くように作られた。 それまでのヨーロッパの直線柄で葉の細い斧に比べて1.5倍もの威力と振動吸収性があると言われている。日本においても旧石器時代より斧は石符として使用されてきた。はじめは石を打ち書いて成形した打製石器だったが縄文時代に滑らかに研ぎ澄まされた磨製石符へと進歩し大いに作業性が高まった。大木の根元で火を焚き、 石符で削り取る方式で伐採された栗の巨木で作られた櫓やウッドサークルを青森県三内丸山遺跡や北陸の近森遺跡に見ることができ。弥生時代に中国大陸や朝鮮半島より鉄製の斧が伝来したが、当時は鉄が貴重品だったため、鉄の使用量が少なくて済む桑のように木製の葉の先に鉄を被せた形状のものが流通していた。 それでも貴重な品で、権力者の石棺に副葬品として収められるほどの重要性を持っていた。なお、戦前まで沖縄で使われていた斧、ウーヌは、これとよく似た木の台に葉を被せた形状である。やがて鉄器製造技術の向上によって、斧は葉のすべてを鉄で作られるようになり、古墳時代から飛鳥時代にかけて全国的に広まり、 さらに俗上門時代だった北海道にも伝播した。ノコギリがほとんど普及していなかった鎌倉時代以前の日本において斧、長菜、槍ガンナは伐採から製材、仕上げをこなす唯一の道具であった。斧で木を切り倒して断ち切り、くさびで引き裂いて、角材や板材の大まかな形を取り、長菜や槍ガンナで表面を仕上げる。この時代の長菜は現在と似たようなものから、 母場3センチメートルくらいの片手で扱うのまで多種多様であった。日本では杉、ヒノキのようにキメが通っていて引き割りやすい針葉樹が豊富であった。ため良質な材が枯渇し出す。鎌倉時代までは、ノコギリが普及することはなかった。法隆寺などにおいては、柱は元より、といた窓の格子に至るまで、樹齢2000年級のヒノキの巨材をので断ち切り、 くさびで打ち割ることによって素材を得ている。このような状況をゆえに、量材を減量にしなければ作れない大型の板は大変に高価なものだった。武器としても用いられたが、近接戦の雑武器の一つに過ぎず、刀剣や弓矢などのように目立つものではなかったが、原兵時代の頃から戦場の主な武器の一つとして表舞台に顔出しするようになる。やがて、 鎌倉時代に丸太を横に寸断できる横引きの小りが普及し、さらに室町時代、大陸から大型の縦引きの小り小賀が伝来した。以降は、節の多い材や、けやきのような木目の入り組んだ材であっても引き割りって、角材や板に加工できるようになり、木材は大いにコストダウンされた。さらにそれまでおののみが使用されていた伐採作業もの小りが併用されることとなった。また、 当時は、騎馬武者を主力とした戦闘形態で、鎧兜も、太刀や弓矢を通さない、固いものになってきていたが、マさかりは馬の足を折ったり、切ったりして、騎馬武者の戦闘力を削ぎ、鎧の上から骨を砕き、深手を負わせた。そうした威力が評価されて、人気の武器となり、豪遊の死の持ち道具となる。その頂点と言えるのが、南北朝時代に流行した大マサカである。 また、戦闘よりも工場戦での破砕用に使われたとも言われる。弱点は重いため、体力と筋力に優れたものにしか扱えないことであった。14世紀には、マサカリは一般的な武器であったが、槍やマサカリよりは、なぎなたの方が一般的であった。また14世紀後半には、槍が戦場の武器として、威力を発揮し、マサカリは、廃れてゆく。 槍や大立ちも支持された武器であったが、江戸時代の剣術の稽古には使いづらく、流派は多くが廃れてしまった。まさかりは独自の流派を生み出すことがなかった。明治時代以降、良質で安価な鉄材が入手できるようになると、ノコギリが多用される傾向がさらに高まった。第二次世界大戦後には、小型、軽量化が著しく進んだ、チェーン層や、 電動の小切りなどの進むにより、化石燃料の使用、あるいは薪割り機の登場により、斧が使用される場は狭まっている。その一方で、握りやすい曲線的な柄など西洋式斧の利点を取り入れた和式の斧が開発されてもる。少なくとも新石器時代後期以降には、成功に作られた斧、斧、定時斧などは宗教的な重要性を持っており、 またその所有者の地位の高さを示したと考えられている。ある種の斧はほとんど魔耗の跡がない。新石器時代中期の柄のない斧の葉だけが蓄えられたもの、イギリスのサマセットレベルのようには神への贈り物だったのかもしれない。ミノア文明時代のクレタ島では、両刃の斧、ラブルス、ラブリスが特別の意味を持っていた。両刃の斧は新石器時代にまで遡る。 1998年には成功に装飾された柄の完備した両刃斧がスイスのツーク、チャムエスレンで見つかった。柄は長さ1 2 0トルで装飾されたカバの樹皮で包まれていた。斧の刃は長さ1 7 4トルでコートハート地域で採掘されたアンチゴライトで作られていた。柄は両円水系の穴を通し、 枝角の草とカバのタールによって固定されていた。それは、初期皇帝ロット文明に属する。中国では霊力を持つと考えられ、玉座の前での儀式に使用された。葉を下に向けたものが、小景あざ、王となった。古代王朝、陰においては、巨大な銅製のまさかりで、人身獄の首を跳ね、供物として、神に捧げた。また軍犬、戦乱犬の象徴ともされ、 廃下に、それらの権限を与える際に不悦を与えている、もしくは、仮説越。日本穂高や神宮皇后の持つまさかりによって、権力の異常された記述を見るに古代日本にも、風習が伝来していたようである。ローマのタバカン、ファッシでは、斧が残守する権能を表すという説もある。実際に、ヨーロッパ諸国では近代まで斧による、残守刑が行われてきた。最後の斧による、 斬首刑は1900年12月10日に、スウェーデンのベステロースで執行されたヨハン・フィップ、ノーデアンドと言われている。ちなみに、断頭台とは斧による、斬首刑を行う場合に、斧の下にある木の台のことを指していた。民間伝承では、石の斧が時々雷電であると考えられ、神話的に稲妻が同じ場所に二度落ちないと言われている。現在ではこれは真実でないとわかっているので、 建物を稲妻から保護するために使用された。このために斧の電波に偏りを引き起こした。投げられた斧は嵐を近づけない力があると考えられたので、時々収穫物を悪天候から守るため、葉を空に向けて農地の中に置かれた。家の敷居の下に直立した斧を埋めると魔女よけになると言われ、またベッドの下に斧を置けば、男子の誕生を保証すると言われた。 日本でも、斧は神事にも用いられており、その代表例は、伊勢神宮の神宮式年仙宮に用いられる、溶剤の抜刀式である。これは、斧入れ式と呼ばれ、古来から伝わる三糸口切りという方法で二本の檜の木巨木を伐採する。まず木の三方向から斧でえぐるように切り込み、三つの切り込みが木の中で繋がって、 木が三本足の状態で幹を支えている状態にする。最後に三本足のうちの一本を切断すれば木は反対方向に倒れる。この方法で二本の檜ノが重なるように倒す。近年では1997年に岐阜県鹿島村の国有林内で行われた。チェンソー前世の時代でも伊勢神宮では次の式年遷宮のため専門の木こりが この伐採方法を伝承している。この伐採法では、絶対に、芯抜けが起きないため材木が無駄になりにくいという利点がある。特に巨大な木の場合は足を4本にした、アンドンと呼ばれる方法で伐採する。ケヤキなどの割れやすい木材の場合は、割れの防止のために、斧で掘り込んだ穴の内部で火を燃やして炭化させてから、倒す方などを用いる。 長野県諏訪大社のお柱祭りでも、儀式に使用されるもみの大木は、斧とのこぎりを利用した昔ながらの方法で、伐採される。山から下ろされた巨大な丸太は、支える綱を斧で切断されて、木落とし坂を滑り落ち、最終的には、斧で先端を削られた後、諏訪大社の境内に建てられる。日本の伝統的な伐採斧の葉には七つ目、油抜き。 流し目などと呼ばれる、一方の側面に3本、もう片方に4本刻まれた筋の模様がある。これは地方によって様々に異なる解釈や伝承があり、発祥も定かではないため多数の説がある。山の神と火の神、鉄の神に敬意を払う意味であり、同時に3を4けるつまり、身を避けるで、危険な山仕事の最中、事故から身を守るために信仰として刻まれたもので、 あるという説がある。また他に、三本の筋には、イザナギノ村、アマテラス港大臣、イザナミノ村、四本の筋に、ヤワタ大臣、春日大臣、豊ユ大オーミは、サは、猿田彦大臣の四大臣を祀っているという、解釈がある。九大区の西岡常一による説では三本の筋を、三木と呼び酒を表し、四本の筋を、よきと呼び地水花風。 つまりこの世のよも山の三階の幸を表す。宮山では、お供え物を持参することが不可能なためお供え物を、表した斧をこれから切る木に備えて木を切らせてもらう、ことについての感謝や許可、作業の安全などを祈るために存在する模様で、あるとている。この説の根拠として、すでに倒した木を加工する切り斧や、大熊盛りには七つ目が刻まれることは、 伐採斧に比べて少ないということが挙げられる。斧は、庶民の生活の道具であり、規制を受けず、刀や弓と異なり訓練を受けることなく利用できたため、古今東西に武器として特化した斧が存在する。日本の律令時代では、兵が装備するものとして、斧一つ、小斧一つ、手のこ一つなどが記されており、斧が兵装として認識されている。また、漢字の、斧の字は、 東斧に由来し、クレタ島のミノス文明における王権の象徴も、相当斧がたびたび用いられている。また、戦場では、武器として、以外にも工場用、壁、石垣の破壊等や陣地整備用の工業としても、使用された。プロ野球の村田長次、当主はその東方から、マサカリ東方と言われた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。